空に輝く白い星。あの星の名前を知ったのは、君と出会った春だった。お前さ、マジで水部入らねえか。なんでだよ、めちゃくちゃ早いのに。僕当たってくれ。ありがとう。さおとめせい15点。え？すげえな。どうやったらこんな点数取れんの？返して、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 返してよ。ひってえな、何すんだよ。私が悪いんじゃないし、私の運勢が悪いんだし。地味で暗いと言われ続けて17年。私の人生、この天候で全てをリセットするはずだった。それなのに。じゃあ自己紹介、ピース。早乙女星です。東京からやってきました。両親が田舎暮らしに憧れてこの町へ。あ、私も田舎好きですよ。いいですよね、田舎。何あの子、田舎田舎って嫌み。ねえ。はいはいはい、静かに。緊張のあまり無駄に田舎を連発。あれから2週間、新しい友達は今日もゼロ。こんな時、私はいつも星を見上げる。君、名前なんて言うの？どの星？あの白い星？望遠鏡？あの白い星は一つに見えて、実は5つの星が連なってるんだ。5つ？お互いの重力の干渉を受けて、それぞれの星が楕円形に変形してる。
そうなんだ。知らなかった。宇宙には138億年の歴史があるって言われてる。僕らはその全てを知ることはできないし、解明するのに何年かかるか想像すらできない。そんな未知の世界を毎晩こうして見上げてる。名前は？早乙女せい。早乙女？早い乙女って書いて早乙女で、星って書いてせい。スピカだ。え？乙女座の星、スピカ。あの星と同じ名前。スピカ、あの星スピカっていうの？俺の一番好きな星。17歳生まれて初めて恋に落ちた。おい瑞稀。転校生。何水木とイチャついてんだよ。違う、望遠鏡見せてもらってただけ。嘘つけ。どうせ星に興味なんかねえだろ。あるから。私はあの白星が。早乙女星も天文部入る？え？は？俺たちしかいないけど。はい。いや、何勝手に決めてんだよ。こいつ天文に興味なんかねえって。興味なら太陽だってないだろ。うっせえ。お前がオタクすぎんだろ。オタク？こいつガキの頃から星のことばっか。太陽は子供の頃から何でも飽きっぽい。上から言うんじゃねえ。客観的事実を言っただけ。出たよ、すぐそうやってへりくつこねえ。へりくつじゃないだから。そういうといいな仲いいんだね、羨ましい。もしかして友達まだいないの？しょうがねえな、特別だぞ。友達になってやってもいいっつってんの。俺は大高瑞希。深い月って書いて瑞希。宇田川太陽。私早乙女星。ほう。太陽に月に星？まあ悪くねえかもな。うん。天文部へようこそ。ここに来てから私の運勢は最悪だと思ってた。おはよう。おはよう。
寝不足？明け方まで観測してたから。やばい、あくびまでかっこいい。おい、早乙女せ。瑞希に気があんだろ。違うし。バレバレなんだよ。不純な動機で天文部に入ったやつは雑用係に決定。雑用？あ、放課後俺たちのアジトに連れてっから、そこの掃除頼む。ちょっと勝手なやつ。見たか、すっげえ悔しそうな顔。楽しそうだな。え？そういう太陽を見るの久しぶりだ。教えてあげる。いい？太陽君と。太陽君！瑞希君は？瑞希君！二代目手出したの。太陽ってやつも？たくこれだからバカは。太陽君はね、あんたと違って成績は学年一位なのよ。あの二人に挟まれる女子なんて絶対やりなかったのに。なんであんたなんかが？てか空気読めよ。読めよ。瑞希くん、一人？ああ。宇田川くんがアジト案内するから屋上で待ってろって。職員室寄ってから来るって。そっか。あ、そうだ、私もね、昨日の夜星見てみたんだ。妹のオペラグラス借りたんだけど、もうぼやけちゃって全然。やっぱ天体望遠鏡とは違うんだね。でも天体望遠鏡ってすごいよね。ネットで調べてみたら100億光年先まで見えるのもあるって。本当かな。え、どうしたの。え、なんか怒らせた。これからどこ行く？行く。クレープ？クレープ？帰ろっかな。おい、何やってんだよ。探させんなよ。行くぞ。え、どこ？いいから来い。さっき瑞希に天体望遠鏡の話したんだろ。あいつすげえの見せてやろうっつってここ借りる手続きしてたんだよ。そうだったんだ。分かりにくすぎ。行くぞ。ねえ、ん？太陽ってさ、星がめちゃめちゃ好きってわけじゃないんでしょ。なんで天文部なの。まあ瑞希がいるから。すげえ光ってんな。綺麗だな。ガキの頃から毎年春になるとあいつとスピカを見てた。中学の時も、あの頃俺ちょっと荒れてて。でもそんな時でも瑞希は変わらず俺を誘うんだよ。4月になったらスピカを見ようって。そういうのって救われるっつうかさ。太陽にとって瑞希くんはスピカなのかもね。ん？
どんな時でも4月になったらスピカは光る。それと同じで何があっても瑞希くんは太陽のそばにいてくれる。まるで宇宙の法則みたいに。なんとなく分かった。太陽が瑞希くんを大切にしてる理由。そうか。うん、友達を大事にできるってかっこいいと思う。何？何でもねえよ。おーい。みずきくん帰っちゃったのかと思った。いらっしゃい。新入りさん。ここの天文台の管理をしている七瀬さん。はじめまして、早乙女星です。星と書いて星です。スピカね。そうなんです。ここの天文台は直径7メートル、高さ 9.3 メートルの開閉式ドームなの。これが60センチの反射望遠鏡。ちょっと覗いてみる？いいですか？うん、もちろん。どうぞ。わあ、すごい。こんな大きく見えるんだ。この望遠鏡は明るい星はもちろんだけど、6等級より暗い星を観測することができるの。6等級？つまり肉眼じゃ見れない星もバッチリ見えるってこと。魔法か。そうかもね。せいさんは星が好きで天文部に？はい。そうならこの町に来て正解ね。流星群がすごく綺麗に見えるの。流星群って流れ星がたくさん見えるってことですよね。そう、今年も確か。うん、間違いない。7月30日だね。あと3ヶ月だ。ここがこの町で一番星がよく見える場所。ってことは7月30日にここに来れば奇跡に出会えるってこと？奇跡？だって流れ星って何万光年も宇宙を渡って地球にたどり着いた砂粒なんでしょ？その瞬間に出会えるなんてなんだか奇跡みたいじゃん。奇跡か。何言ってんだか。7月30日、奇跡に出会えるんだ。鏡塔を三脚に取り付ける、うん、これがプレートホルダーで、これがアタッチメントプレート。アタッチメントプレートが浮かないように。うん、うわ、感じ、うん、行くよ。はい、チーズ。マジかよ。じゃあ、はい。ありがとう。壊すなよ。壊さない。よし。鏡塔のアタッチメントプレートをプレートホルダーにはめ込む。
ヘッドホルスター。天川咲。我が2年 A 組は全学年で平均点が最も低い。天川咲。これは大変由々しき問題だ。咲有識教師だよね。中学生レベル。改めて言うぞ、どんな関係なんだ。受験戦争はすでに始まってるのであってだな。お前たち2年生だからって油断して聞いてんのか早乙女。はい。全科目学年最下位なのは誰だ。平均点が低いのは最下位の人のせいだったりして。先生、そんな人が部活やってていいんですか。何部だったっけ。わかるわかる。はい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 。俺が勉強教えます。最低でも平均点は取らせるから。だったら文句ないっしょ。分母にルートが含まれてるから分母を有理化してルートを外す。分母が和の時は差を、差の時は和を、分母と分子にそれぞれかければいい。ありがとう。え？さっき助けてもらえて嬉しかった。別に、雑用係がいなくなると困るし。太陽ってほんと口悪いよね。生まれつきな。あと態度も悪いし、性格も悪いし。てめえ、調子乗んな。けど、一緒にいるとなんだか元気になれる。太陽って名前の通りだね。お前さ、瑞希のこと本気なの？うん。まあ聞いてやろうか、あいつがどう思ってるか。いや、それはいい。なんだよお前、人がせっかく。だってそういうのってなんかズルしてる気がするし。ズル？うん、私はちゃんと言いたいから。自分で。太陽？勉強終わったの？全然。つい寝ちゃって。スピーカー見えるかな。スピーカー、地球からどのくらい遠くにあるか知ってる？うん。250光年。つまり今見ている光は250年間はるばる宇宙を旅して今俺たちの目に届いてる。そう考えるとこの光がすごく愛しくなる。うん、私も。大丈夫？握ってて、目が暗闇になれるまで。
よろしくお願いします。乙女性能ってすごい小さい。早乙女星、もしかして俺のこと好きなの？違うよ。こうやって星見るの好きだなって。やだな、なんで？違うならいいんだ。俺ダメだからそういうの。雲晴れてきたね。水木、お前生徒なんかあったのか？別に何も。でもあいつなんか、ただ好きって言われただけ。え、それでお前なんて？俺ダメだからって。お前、太陽。バカなやつ、バッサリ振られてやんの。笑いに来たの？ちげえ。じゃあ何しに？何って。おい、あれ見ろ、あのオレンジのやつ。スピカの少し上にオレンジの星あんだろ。確かアルクトゥールスって言うんだ。スピカの恋人って呼ばれてる。スピカの恋人？恋人っていう割にはあの二つ結構離れてんだろ。でも実は少しずつ近づいてるらしい。それで？確か6万年後には隣に並んで結ばれるんだ。だからお前も待ってればいつかは。6万年って？なんだよ。ううん、慰めに来てくれたんだね。
ありがとう。優しいんだね。友達だろ。生のくせに一人で泣いてんじゃねえや。ごめん、見るつもりはなかった。瑞希、俺あん時みてになりたくねえんだよ。あの時、中学の先の時みたいに。お前俺に遠慮してわざとせいのこと振ったんじゃない。関係ない。好きにしろよ。分かったよ。誰待ち？うわっ！もしかして俺？昨日のあれ説明してもらえますか？あれって？だから、ああキスのこと？あ、声を聞いてば。てかあれは違うよね。たまたま立っちゃっただけっていうか。なわけねえだろ。俺決めたわ。これからはお前のそばにいる。どういう意味なんだろう。俺今日からここな。極値を求める問題だから FX イコール X2 乗プラス。あの、近いんですけど。お、これを平方完成。彼女気取り？自分が可愛いとでも思ってんのかね。太陽くんかわいそう。ね、かわいいよ。早乙女星はめちゃくちゃかわいい。なんで？ほら次の問題で x プラス1の2乗が0になるだろ。ってことは
きっとスピカは一途な星だ。太陽は言ってた。スピカは愛しい相手と出会うために6万年もの時をかけて宇宙の海を泳ぎ渡ると。だけどもし長い旅の途中で不意に別の星と巡り合ってしまったら、その星に抗えないくらいの引力で引き込まれそうになってしまったら。はい、そうですね。最後にたどり着く運命の星は、水木くん、この人って何？お前、俺のこと避けてんだろ。そんなこと。だって太陽なんか最近変なんだもん。何考えてるか分かんないっていうか。お前、本当にわかんねえのか？じゃあ教えてやるよ。あ、いい！知りたくない。誰にも渡したくない。水木にも。俺、お前が…やだな、やめようよ、そういう冗談。冗談？だって、私たち友達じゃん。こういうのらしくないっていうか、こそばゆいっていうか。あ、そう。なんだこれ。太陽くん、かわいそう。迷惑だよね、口説かれて。いや、じゃなくて俺が救世されたんだ。あ、やばいやばい、ちょうれい、ごめんなさい。あ、もうめんどくせえ。なんで黙ってるの？悪いのは私だから。私、太陽にひどいことした。静粛に。これから朝礼を始めます。
校長先生、お願いします。その前にちょっといいっすか。太陽、2年 A 組、宇田川太陽だ。何？いちいち説明すんのめんどくせえから今ここで言う。噂のことだけど、俺は早乙女星に口説かれてたんじゃない、俺が口説いてた。早乙女星って誰？あの水族館にいるオットセイだよ。知らねえ奴に教えてやるや。2年 A 組早乙女星はバカで抜けてるけど、でも大事なことからは絶対に逃げない、それが早乙女星だ。俺は早乙女星を彼女にしたい。文句あるか？本気なんだ。せい、俺と付き合えよ。静かに、静かに。だがとまとめ、後で職員室に来なさい。返事はすぐじゃなくていいから。かっこよかったな、今日。いいんだよな。ん？聖のこと。一つだけいい？ん？本気なんだよな、早乙女聖のこと。だったら応援する。ファインダー取って。こいつガキの頃からこうやたら寝つきがいい。仲いいよね二人。昔はよく喧嘩したけどな。太陽と水木くんが？うん、10歳くらいだったかな。
福引きで当たった天体望遠鏡をどっちが先に使うかで大喧嘩。ガキ。うっせ。で、なぜか水泳で決着をつけようってことになって。どっちが勝ったの？俺。なんだ。なんだってなんだよ。でもさ、全然勝った気しねえんだわ。どうして？わかんねえけど、あいつなんだかんだ最後はいつも俺に譲るやつだし。優しいもんね、水木くん。優しすぎんだよ。もしかしたらお前のことも。え？なんでもね。太陽。うん。ありがとね、今まで通りにしてくれて。でも私まだ。急がなくていいから、俺待つからさ。つけるから。もし好きじゃないでしょ。好きだわ。っていうかさ、かわいいのかなそれ。あ、かわいい。俺本屋寄ってくわ。そっか。じゃあ明日。じゃあね。じゃあな。ちょっとやめてよ。なんでいいじゃん、かわいい子やってんだよ。ちょっと、もういや、あんたやめ。久しぶり。元気だった？お前、なんで？いつ？先週帰国してきたの。すごい偶然だね。誰？え？ああ、こいつは太陽君の彼女です。冗談。私、天川咲。よろしくね。じゃあ私行くね。大島、もう見たか、あの子。めちゃめちゃ可愛かったぞ。見たよ。目に入れても痛くねえんだ。孫に言うやつだよそれ。天川咲。転校してきたんだ。よろしくね。なんでわざわざここに？太陽君がいるから。お前でも安心して、瑞希君にはもう迷惑かけない。太陽。
天川咲に会ったか。俺今日部活休むわ。お前まさか。咲と話したい。体の具合とか詳しく知りたいし。まだあいつに関わるつもりなのか。早乙女星にはそのことは前には関係ないだろ。悪い。ねえ見せてよ。うまくなったね。そうか。うん。私は。いいじゃん。でしょ、うん、ここのね、この色がポイントなんだ、うん、しっかりしなよ、早乙女星。ぼやぼやしてるとあの女に太陽君取られるよ。私関係ないし。てかなんで私に言うの。ちょっとあんたならともかく、あの女が相手だと絶対うちらに勝ち目ないもん。そうそう、天川さんってそんな人気なんだ。可愛い上に頭もいいんだよ。嫌な女。中学の時も天文部であの二人にべーったりだったし。そうそう、特に太陽くんとはいっつも一緒でお似合いすぎてほんとムカついたよ。しっかり味わえよ。ありがとうございます。うん、じゃあ牛乳パン2つで。じゃあ、でも、はい、これ下ね、俺気になるんだね。買う気あんのか。え、あ、はい、これとこれで。適当に選ぶな。好きなものを選べ。はい、すいません。これください。120円だ。溜め込むなよ。我慢しないで吐き出せ。はい。言う必要ないだろ。そうだけど。太陽くん、ここいい？今加納さん。あ、違う違う。そうだな、ここ座れよ。ありがとう。昨日の夜ね、星見ヶ丘に行ったの。もう満天の星空で綺麗だったよ。中二の夏、あの時の星空すごかったよね。そうだな。早乙女星、ちょっといい？え、あ、ねえ瑞希くんもここ座らない？今中学の時。お前とは話したくない。おい瑞希、行こう、話がある。何？話って。別に、ただ早乙女星が泣きそうな顔してたから。泣きそうな顔してないよ。してた。してない。してたよ。
あの二人なんで別れたの？瑞希くん同じ天文部だったんでしょ？知ってるよね。懐かしいね。中学の頃いつも三人でいたよね。でも知ってた？私ずっと不安だったんだよ。綺麗。見る？うん。え、どれどれ？うわ、お前じゃなくて。分かって、冗談だ冗談。はい、先見ていいよ。やった。あー綺麗でしょ。うん。でもさ、瑞希さ、こっちが北じゃん。で、今4月の6時でしょ、うん、ってことはあの星がレグレス。いや、レグレスな。あ、ちげえよ、見ろ、レグレス。太陽くん、私といるより瑞希くんといる方が楽しそうで、私本当に太陽くんに好かれてるのかなって。だからあんなことしたの。瑞希くん。あの時咲は太陽のことを試したんだと思う。もしかして瑞希くんも天川さんのことが？ごめん、変なこと。いや、でも結局あのことがきっかけであの二人うまくいかなくなって。嫌な女だと思ったでしょ。いいよ、もう終わったことだろ。終わってない。私は終わってない。私今でも太陽君のことが。星を探してくれ。あの時決めたんだ、もう二度と太陽と同じ子を好きにならないって。けど もしあいつが。向こうでの手術うまくいかなかったのか。俺のせいだ。あの時俺、咲が瑞希にしたこと見てすげえ腹立って、わざと約束すっぽかしたんだ。
咲に病気があるってこと知ってたはずなのに。けどまさかあんなことになるなんて。時のことが原因で悪化したんだろう。俺どうやって償ったら。姉さん、宇田川太陽、なんでここにいるんだよ。ふうと、わざわざ傷つけに来たのか。ふうと、帰ってくれ。もう二度と来ないでくれ。すまない。行ってくよ。聞いちゃった天川さんとの話。天川さんのそばにいてあげた方がいいんじゃないかな。は？何言ってんだよ。だって太陽のそんな顔見てらんないよ。ごめん。待てって。前と付き合いたいっつってんだろ。こっち見ろよ。前から言おうと思ってたの。太陽と付き合うなんて無理。太陽のこと好きなわけじゃないし、これからも太陽を好きになれないと思う。私が惹かれたアルクトゥールスの正体に
あ、太陽君の好きな甘い卵焼きなの。何個食べたい？なんだよ突然。覚えてるか、子供の頃望遠鏡をめぐって喧嘩した時のこと。え、水泳で決着つけたよな。ああ、うん。本当のこと言う、あの時俺泳いでる途中で怖くなったんだ。もしお前に勝ってしまったら一番の友達を失ってしまうんじゃないかって。だからわざと負けた。瑞希、あの時だけじゃない、俺はお前と同じものを好きになるたびいつもお前に譲ってた。天川咲のこともそうだ。譲ると決めてしまえばどうってことなかった。だから早乙女姓のことも同じように諦められると思った。瑞希、お前だけど違った。性だけは、性だけは全然消せない。お前が本気だって言うから諦めようと思ったよ。本気だったよ。だけど、だけどどうしろっつんだよ。振られたの俺なんだぞ。それが性の本心だってお前本気で思ってんのか。それに天川咲のことだってそうだ。あいつのわがままに応えてやることは優しさなんかじゃない。そんなのただの同情だろ。決着つけよう。一週間後、7月30日の夕方5時、プールで待ってる。瑞希くん、本当に星が好きなんだね。いつもここにいると瑞希くんが。俺がいつもここにいるのは星を見るためだけじゃない。ここにいると早乙女姓と会えるから。初めて会った時スピカに話しかけてたろ。君、名前なんて言うの？どの星？最初は不思議な子だなって、でもなんだか気になるようになって、気づいたら性のことだけを見てた。性を大事にする。絶対に傷つけない。
終業式の日、俺は太陽と勝負して俺は勝つ。だから その時俺を選んでほしい。どうしたの？瑞希と勝負してくる。バカじゃないの？瑞希のやつ、この前俺に言ったんだ。俺が一番の友達だって。俺にとってもそうだ。瑞希はずっとガキの頃から一番の友達で、その瑞希が俺と真剣に勝負したいって言ってる。俺逃げたくねえんだよ。まさか聖ちゃんをかけるとか、ありえない。私はどうなるの？咲、もしお前に発作が起こったら夜中でも駆けつけるし、できることは何だってする。それが俺の責任だと思う。でも俺はお前が一番欲しいものをあげられない。俺が好きなのはお前じゃないんだ。振ってくれたね。手術失敗したんじゃないの？本当は開けてないんだ。万が一失敗したら命に関わるって言われて怖くて受けられなかったの。それに体が弱いままでいた方が太陽君の気持ちつなぎ止められるかなって。でもこれで決心がついた。やっと振られた子になれた。先輩になっても知らないよ。ビビってこないかと思ってた。なわけねえだろ。分かってるよな。負けた方が引き下がる。もちろん絶対負けねえ。宇宙の海で出会う二つの運命の星。
スピカは6万年もの時を超え、愛しい相手に向かって宇宙の海を泳ぎ渡っていくという。私はどうだろう、泳げるだろうか、スピカのように。ただひたすらに。2年 A 組早乙女星はバカで抜けてるけど、でも大事なことからは絶対に逃げない。それが早乙女星だ。逃げちゃダメだ。来てくれたんだ。聞かないの？どっちが勝ったか。じゃあ何？話があるの。水木君に。私ね、水木君に乙女座のスピカって言ってもらえて、初めて自分の名前を好きになれた。好きだって言ってくれてすごく嬉しかった。私、あいつが太陽が好きなの。だからごめんなさい。そう言うと思ってた。でも一つだけ教えて。早乙女星が人生で最初に好きになったのって俺だよね。だったらそれでいい。俺は早乙女星の一番星になれたから。太陽は流星群見に行くってさ。え？
急ぎなよ。ピークは7時だ。うん、ありがとう。嬉しい。こんなに熱くなれた、生まれて初めてだ。美月、お前やっぱすげえよ。うん、俺もそう思う。お前の勝ちだ。おい、どんだけ待たせんだよ。何それ、偉そうに。足りめえだろ、俺は偉いんだ、勝負に勝ったからな。勝負って何？だいたい私の気持ちはどうなんの？お前の気持ち？そう、私の気持ち、ちょっとは気にしてよ。気にしてたよ、ずっと。お前にこの先も俺を好きにならないって言われて、俺の未来が真っ暗になったみたいだったよ、マジで。でも水木のおかげで目が覚めた。お前がどう思うか関係ねえ、俺の気持ちはずっと変わらねえんだよ。せい、お前をずっとずっと明るく照らし続けてみせる。好きだ。初めて会った時よりずっと、毎時毎分毎秒、地球が回るたび、お前を見るたび、どんどん好きになってく。100万光年先も太陽のこと大好き。